はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はヘイデイの動画撮ろうと思います。ということで、レベルアップ近くなってきたので、今回はねレベルアップ動画、撮っていこうと思うんですが、まあ近いって言ってもね2万ぐらいあるじゃないかというわけなんですが、はい、トラック経験値ボーナス、2倍がね今来ておりますということで、このねトラック経験値ボーナス2倍に合わせてこれですね、経験値 1.5 倍、50% アップですね。これを併用することで、なんとかね2万経験値届くんじゃないかなということでねやっていこうと思います。じゃあ行きましょう。はいはい、経験値 1.5 倍を使いました。あれ 1.5 倍になってなくない？これはあれか、経験値もらうときに追加で1000もらえるとか、1000というか、まあ今の2000のやつだったら1000もらえるという感じなのかな。前にも使ったことあるはずなんだけど、ちょっと忘れちゃったな。あ、っていうかちょっと待って、トラックやるならトラックのやつあったらちょっと微妙にないね。まあいいや。はい、追加経験値入ったね。OKOKOK。ということで、まあ、追加でね、経験値もらえますよ、ということでね、まあ、ガンガントラック送りながら、レベルアップやっていきましょう。で、こっちもね、50% アップの方の恩恵はあるはずなので、あ、OK。これでね、なんとか、レベルアップまで経験値ね、貯めていきたいかなと思います。まあ、とはいえね、2万近く、必要なところから始めてしまったので、本当に足りるか不安な部分もあるんだけど、まあなんとかなるでしょう。一応ね、トラックやるだけで、1万ぐらいは貯まるはずなんでね、その調子でやっていけたらいいかなという感じですね。とりあえず、小麦を、消化してしまいましょう。まあこれは経験値にならないんだけどね。まあトラックが行ってる間に小麦を出していく。そして新たな、OK。新しく、出てきた依頼もこなせるとね、さらに、加速するよという感じですね。魚ちょっと拾ってくるか。で、やっぱりこっちの BGM 消えちゃうんだね。謎のバグ的なやつで。これかな。これを、拾っておきましょう。で、この辺もね、一応経験値もらえるから回収しておいて、で、新たに設置はしておく。ロブスタープールとかね、アヒルのやつとかもね、これね、なんか増やせるみたいだから増やしてもいいかなとも思ってるんだけどね。まあでもとりあえずは、いいかな、これで。はい、で戻ってきました。まあ続けてやっていきましょう。まあ小麦も、トラックの合間にね、店に並べておきましょう。まあなんとか、町の方もねあるのでレベルアップいけるかな。相変わらずね、鉱山をねずっと割りたいって言いながら、まだね全然準備が整ってないっていう、そっちのがもどかしいぐらいなんだけど、今ね現在爆発材料これだけ溜まってますと、まあ、200オーバーにね、全部じゃないな、3つはなってて、ね、ピッケルだけね、100オーバーって感じですね。まあ、それでもね、100超えてきたから、ピッケルやるだけでも550個アイテム出てきちゃうよ、というような感じですけどね。なかなか、割るに割れないというところですね。ちょうどいいね。ここに、あ、違う。ピザだった片方。ラズベリーのやつをね、やれれば、もう一つ、トラックもこなせるんですが、ちょっと足りないかな。一応作るだけ作っとこう。レベルアップ、し終わってもね、経験値の恩恵はまだある期間の間に多分送れるので、これは作っておくとして、あとはね、ちょっとどうしようかな。下手に受け取っちゃうとね、納屋がいっぱいになっちゃうので、ちょっと慎重に、必要なものを回収する感じにしていきたいんですが、あ、このケーキって、
あ、違う、作ってなかった、いちごのやつ作ってたか今。そうなるとここからはちょっとどうしようかな。トラック一通りすぐにできるやつはやっちゃったので、フィッシュパイか、フィッシュパイが偶然いないかな。ちょっと厳しいね。まあ、じゃあ一旦町行こうか。町に行って、まあとりあえずね、この人たちから経験値を拾い上げていって、あとどれぐらいになるかですね。あ、いきそうじゃない ?374 まで来てるよ。もうちょっともうちょっと。あ、上がった。OK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 。レベルアップ。ちょっと遅い、タイムラグがあるけど、レベルアップしましたね。OKOK。はい、おめでとう。レベル71の農場主になりました。新しい畑嬉しい。この設計図っていうのがね、なんか新しい要素っぽいんですよね。で、今回は結構たくさん来てるので、まあ一つ一つは見ていかないけど、まあダイヤ10個と畑2個、この辺は嬉しいかなと。で、残りはね、新要素っぽいので、ちょっと、この後説明でもあればいいんだけど、どうなんだろう。とりあえず、農場戻る前に、一通りね、できることをしていきましょう。まあこんなところか。そうだね。じゃあ戻ってみますか。さてさて、さっきのね、設計図がどうのってやつはなんか説明ないのかな。新しい要素っぽいから久々にあのカカシが説明してくれるのかなと思って農場戻ってきたんだけど、特に説明がなさそうだな。とりあえず畑増やしましょうか。畑100個、畑100個になりましたね。さらにオレンジの木か。オレンジもじゃあ試しにこの辺に 2,3 本植えときますか。 2,3 本と言いつつ5本ぐらい植えてるっていうね。はい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 。でまあ続けてね、小麦は植え付けておきましょう。はい、というわけでね、まあ、今回はね、トラックの経験値2倍と、ブースターもね、溜め込んでてもしょうがないから使えるものは使おうという精神でね、経験値 1.5 倍と併用することによって、まあ、一気にね、レベル上げられましたよという感じですね。そうだね。次回はパスタキッチンっていうのが出てくるから、コインはやっぱり貯めておかないといけないかな。ニョッキ。ニョッキ。へえ、なるほどなるほど。でちなみに、あ、そうだ、思い出した。次の動画でね、まあレベルアップの時でもいいからついでにやっちゃおうかと思ったんだけど、農場パスのね、この鳥のチケット、ひよこのチケットか、やっと9枚貯まったので、買おうと思えばね、動物、鳥が買えるんだよね。青色のクジャクか、茶色のクジャク、白のクジャク、板橋山大橋、板橋山大橋か、あと、三色キムネ大橋、このね鳥がね飼えるということでね、ちょっと飼ってみたいかなと思うんですが、クジャクかな、白が良さそうな気がするけど、まずは小屋が必要なのか。そうだね、鳥小屋あったもんね。あ、そうだ、帽子もまだ俺作ってないじゃん。なるほど。そうかそうか、ちょっと待って。そしたらね、あれ、動物小屋ってどこだっけ？ここじゃないな。こっちか。とりあえず今回はレベルアップにプラスして、鳥小屋作ろうかなと。いうことでね、鳥小屋作って終わりにしようかなと思います。はい、まずは鳥小屋、そしてクジャクですかね、やっぱり白のクジャクにしましょう。あ、どうしようかな、普通に青のクジャクもいいな、どっちがいいかな。
クジャクだったら青か白がいいなと思うんだけど、でもねこのくちばしの鳥もちょっと、あーどっちにしようかな、あーでもクジャクにしますか、白い。はい、ということでね、ちょっとクジャク飼ってみましたと。で、餌を、何これ、どれでもいいってこと？どれでもいいならこういうこと？あ、いけるね、雑食だね。へー、まあ他の行動はね、他のペットと一緒なのかなということでね、まあ走っていって戻ってくるという感じだと思うんですが、どこまで走っていくんだ、マジでどこまで行くの、ずいぶん走るね。ちょっとあれだ、ここ開けるか、戻ってくんの遠回りじゃんね。はい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 、まあ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 、走って走って飛べ飛んでくれ、どうせなら。はい、戻ってきましたよと、すやっとしてるところで、まあ起こしましょう。で、まあまた餌を入れておけば、あれ何これ、めちゃめちゃ入れるえ何これ、え、どういうこと、めっちゃ餌入れとけるじゃん、へー、なるほど。なんかよくわからんけど、いろんなものを餌にできる上に、たくさんね、餌箱に餌入れておけるみたいですね。鳥飼ったの初めてだったから、ちょっと、勝手がよくわかんないけど、もしかして、突っ込んどいた餌の量に応じて経験値もらえるよう変わったりするのかな？これ一食分？それともただ貯めておけるだけ？その辺についてもね、ちょっとまだ、クジャクについてね、おお、鼻息がかかったよ。クジャクについて、まだ分かってないので、まあその辺はね、ちょっと、次回の、行動とかも見ながらね、分かったら、動画の中で喋るかもしれませんという感じかな。ね、設計図がどうのってなってたやつの説明はないのかな？なさそうだね。まあ、しょうがないか。そのうちなんか出てくるでしょう、多分。はい、ということで今回はねレベル71にアップして、さらにね、クジャク飼ってみましたよという感じの動画でしたね。次回はレベルアップに関してはレベル72になるために必要な経験値が38万8000ということでね、これがまた溜まったら、レベルアップ動画は撮っていきたいかなと思います。で、鉱山バカについては、まあ、やっぱり納屋がねもうちょっと空きを作れない限りできないかなっていうね、もうね、逆にもう、納屋が爆発物で、爆薬庫みたいになっててね、圧迫が厳しいっていうところはあるんだけど、どうすりゃいいかな、本当に。爆発しなくても溢れそうだし、爆発させたら、絶対溢れるしなっていう、悩ましい状況になってますが、まあ今回はね、これで終わりにしようかなと思います。まあちょっとクジャクのアップで終わろうか。あれ？クジャクいなくなっちゃった。あれ？あ、いた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 。まあ、クジャクのアップでね、終わろうかなと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。